はい、皆さんこんにちは、フラーツ寿司です。前回の動画で僕が皆様に質問をしました。その質問の答えをこちらで発表したいと思います。その質問の答えはこちらです。はい、このアレンジの中で僕が唯一こう気になっているのはこの部分です。このトルコキキョウが下向いてるんですよ、一輪だけ。これがすごくこう水が下がったように見えて嫌なんです。なのでこれはこのように切って違う部分に刺します。はい、で刺すときは必ず見えてないから、刺すときは必ずこう上向くように刺してください。アップします。この先についてたトルコキキョウのつぼみをここに持ってきました。これは下に垂れて見えてたのでここに持ってきたんですね。ここが気になってました。これが答えです。すごく細かい部分ですが、すごく大事なところでもあるので、ぜひ覚えていてください。答えは皆さんの答えてくださった2番でした。同じです。皆さん正解です。おめでとうございます。さすがね、こうフラワー TV を普段から見てくださってる方たちだなと思いました。理由付けをね、書いてくださった方もいらっしゃったんですけど、その理由付けもバッチリこうハマってましたね。さすがです。素晴らしいです。はい、これからもフラワー TV では、まあ、全部の動画ではないんですけど、このような質問形式をとって皆様とのコミュニケーションをね、とっていきたいなと思ってます。なのでまあ質問がない動画でも、ぜひ気軽にコメントください。はい、ではですね、まだチャンネル登録をしてなくてコメントができないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこの動画の最後に出てくる僕の顔のアイコンをクリックするとチャンネル登録ができます。はい、ただ Google のアカウントを持ってない方は多分そこのチャンネル登録ができないかもしれないので、それは Google のアカウントも無料で取れますので、取ってからアカウント登録してください。とりあえず皆さんこの最後の動画の最後の僕の顔のアイコンをクリックしてください。それでチャンネル登録できたらもうそのままチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。ではね、また次回お会いしたいと思います。この動画がいいと思った方はグッドボタンお願いします。よろしくお願いします。失礼します。